なんかね、目が疲れてるとき、ここを押したらね、めっちゃ気持ちいい。目が疲れてるとき、こうしたらいい感じ。ツボ。ここツボです。わかる？ここを押すといいよ。 今日ちょっと早い時間から配信なんですけど、でもあんまり長くはしない予定です。今日レッスンありました。やばい、なんか初めてやる曲とかはないけど、久しぶりにやる曲とかがあるから、なんかバタバタした。 曲数多い。そうなんですよ。新曲のダンスは、そんな難しくはないけど、移動が大変。君を好きになってもさ、16人でまだみんなの前で披露してないんですよね。6人バージョンとかだったら、もう6人とか7人とかだったら PR 舞台と、あとこの間広島でリリーベあったと思うけど、そこで披露してるけど、16人バージョンをさ、みんなの前で披露してないのがさ、それは何なんだろうってめっちゃ思う。最初にさ、16人バージョンでさ、なんかやるべきじゃない？って思ったけど。こんばんは。テレビ番組に出るよ。それはさ、別にいいけどさ、テレビ番組に出演して初披露みたいになるのはいいけど、なんか少人数のバージョンで初披露、みんなのファンの皆さんの前で初披露するのはさ、順番が違ったんじゃないかなってめっちゃ思う。あとさ、お話し会もさ、2月の5日だったっけ？ 2 月の5日の時点でさ、新曲が流せないっていうのもさ、なんかちょっとおかしいなってめっちゃ思う。あの時点でさ、ジャケットの公開とかタイトル未定だったっけ？な状況もさ、なんかおかしいような気がする。それでチェキ会やったのもなんか変な感じがした。なんか順番がおかしい。リクワは当たったけど60年コンサート当たらなかった。あら、え？そうなんですか。大丈夫よ、当たるよ。何回か受付あるよね。こんばんは。
あのね、怒ってはないんですよ。なんか怒ってはない怒ってはないけど、なんか変だなって思ってるだけ。なんでだよみたいな感じではない。まあ大人の事情でね、あれなんだけどね、思ったことをちょっと正直に言っただけ、ね、疑問に思っただけです。こんばんは。まあ大人の事情ですって言われたらもう何も言えなくなっちゃうけどねそうなんですねっていうだけで終わるけど、そう、まあそうですよね。リクアはあれだったんですか、抽選の抽選結果が今日出たの？ん？待って、4月の8が、4月8、9、これなんか前も言ったけど、リクアワっていつだったっけ？6周年スペサポ選考、スペサポの抽選結果が今日、あ、そうなんや。STU スケジュスケジュスケジュール。やっぱり歌唱力のさ曲さ、歌詞覚えられてないまだ、本当にやばい。ネクスト、来月、再来月、4月の8がリクアワ、 ST48 リクエストアワーで、9日が6周年コンサート1部2部あるって感じか。前髪が死んでる、前髪死亡。やばい、本当に覚えてない、歌詞覚えてないもうどうしよう急がないと。4月8日の土曜日がリクアワ、セットリストベスト20、プレミア瀬戸内シード13,200円、1階席10列目まで確約の特典付きのチケットです。亀子席10,000円、指定席6,600円。3階まであるんや。4月の8日で、9日が6周年コンサート、一部が4月9日日曜日2時開演で、これも瀬戸内シート亀子席指定席があるんですね。フェニックスホールってさ、このフェニックス広島国際会議場フェニックスホールのキャパってさ、どのぐらい？2000人とか
9日の2部は夜の18時から、夜6時から。1500人ぐらい。ああ、そうなんだ。へえ。1500人ってことは 1500×、 同じですよね、会場。陸泡と6周年の会場、4500人フルで入れられるってことですね。で、あれですよね、スペサポの先行受付の抽選結果が今日あったってことですよね。早っ、2月にもう結果が出るなんて。早い。その次にファンクラブに入ってる、ん？スペサポがファンクラブみたいなもんなのか。え？ね、スペサポ今更なんだけどさ、スペサポ、ファンクラブとさスペサポって何が違うの？スペサポはさ、あれな、もうファンクラブの中のもよりもっと上の人たちってこと？お高いやつ。スペサポはスペサポ、ファンクラブはファンクラブ。藤正さん、ハートありがとう。キヨさん、ひよこありがとう。カープ坊主さん、坂道 FC さん、サッタンさんありがとうございます。ギフト坂道 FC さんありがとう。ダスーさんありがとう。キャロットさん、中田田さんありがとうございます。ガントチャットさんありがとう。なんかプレゼントボックスみたいなのかわいい、ありがとう。ありがとうございます。生誕祭で SSC と応募できたりします。あ、そうなんだ。花火師さんありがとう。なんかうるさい人がいるな。じゃあ4月の8、9は1週間前とかは忙しいですね。2日がオンラインお話し会。こんばんは。あー、なんかやだな、今日の自分めっちゃやだ、なんかやだ。
心穏やかに。待って、明日2日じゃない1日、もう3月、もうやばい、もうやばいって、3月の3日、無理、もう もうやだ。もう無理なんだけど、もう本当にダメだ、もうあれだ、はって言っちゃった、はとか言ってしまった、やばいやばい、もうとりあえず歌詞覚えよう、もういい、もういいや、もう勢いとノリでやろう。違うんですよ、なんか練習する時間が全然なくて、もう今しようかな、もう曲バラしてもいい、もう今歌っても もういいですか。星雲それは君がいた光、幸せの贈り物、星雲、あ、いけるわ、多分いける、優勝優勝、バズリズムに出ます、3月3日放送されます。君を好きになって僕は楽になった、普通に息を吸って普通に吐いている、てん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 、3月4日がリリーベですよね、4日がリリーベで3日が歌唱力ですよね、本当にあるの、本当に、もう本当に3日、絶対嘘だって、違うって、絶対13日だって、歌唱力間違えとる、スケジュール間違えとる、あ、リリーベいつか あ、待って、歌唱力3日じゃないよね 歌唱力3日じゃないよね、歌唱力13日ですよね、3日じゃないよね、リリーベは3月5日ですよね。歌唱力は3日？違うよ。歌唱力13日ですよ。歌唱力13日だって。もう違うって！ 3 日じゃないって！ もう、マジで本当にどうしよう、やばい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 、本当にやばい、本当にやばい、だって
新一郎さんリラックもありがとうございます。そうだそうだ、4日があのあれですよね、バリューマックスバリューみたいなやつ、ま、なんかバリュー101みたいなやつですよね。なんだったっけ、あれなんて読める、なんて読むの、みんな教えて、もうみんなもう私に正しいスケジュール教えて。今のところ私の頭の中ではあの3月3日は何もなくて、3月4日はマックスバリューにお買い物しに行くっていうスケジュール。本当の本当のさ正しいあれ教えて、正しいスケジュールあ、ベニューって読むんだ。へえ。ベニュー。え、待って。これベニューって読むんだ。失礼いたしました。3月3日、歌唱力。もう嘘だって嘘だってば、もうなんで、違う、知らない、いや知らないわけないよ、覚えないといけないんだよ私は。いや現実逃避したらダメなんだよ、違うんですよ。いや何も言われてないけど違うんです、違う。違う、あのね、諦めてはない、諦めてないけど、あのやばいっていう話。わかりやすく言うとあと3日です。もうわかりやすく言わんでいいよ本当に。もうなんでわかりやすく言うの、もうもうそれは口にしもう口に出さないようにしてた。あ、待って、確定申告してない。やばい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 、やることが多い。もういい、もう逃げてもいいですか。確定申告はでも3月15日ぐらいまであるよね。それはちゃんとやります。それはちゃんとやります。ダメです。やらないと。もうそれはあの冗談抜きでちゃんとします。じゃあ分かった。もうとりあえずあのもう違う、もうなんでさ、でもリリーベグス3月5日にあることがさ、なんで逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。もう歌唱力はもう頑張る、もうこの3日で取り戻す。であの歌唱力が終わった瞬間にもリリーベにあの
考え方を切り替える。最悪に右目は棒立ち。それはやばい、それはやばい、それはやばい。私はちゃんとお金をもらってお仕事しているから、あのお給料をもらって働いている以上ちゃんとお仕事しないといけないし、待ってくれてるみんながいるからちゃんとやらないといけない。なんかいろいろ言ったけど、やることはやらないといけない。どれも大事、優先順位とかないし、どれも全部大事。みんなが楽しみにしていることを私は逃げ出したりなんかしない。そう、みんながいるから、みんなが頑張ってって言ってくれてるから私は頑張らないといけないんですよ。それなのに、それなのに私は Venue って言うんだね。でもさ、この3月4日のさ Venue101 はさ、あれなんですよね、23と一緒なんですよ。あとキャナイさん、嬉しい。私23すごい好きで嬉しい。あの20のまやちゃんがすごい好きなんですよ。嬉しい。よかった、嬉しいな。歌唱力生放送をリリーベ、あと何があるっけ。2日はレッスンがある。明日も、あ、明日はあれがある。6日にちょっとゆっくりできるのかな。6日に落ち着く。でももう怒涛のあれだ、1週間ぐらいだ。17日にドラマが放送される。ちょっともう今日から練習し、ガチで練習します。うん、確定申告は15日まで。了解、ありがとう。頑張ります。もうなんか、うん、勢いに任せて頑張ろう。ありがとう、あ、ギフトありがとう。ウミガメさん、なんか豪華なやつありがとう。カタカナの高さんありがとう。こんばんは、頑張るね。じゃあ終わります。13位ソリオさん、12位ハルキングさん、11位ダースーさん、10位キヨさん、9位ユウさん、8位アニョンさん、7位中田さん、6位サッタンさん、5位ガントチャッツさん、4位花火師さん、3位クジマスさん、2位カタカナのタカさん、1位坂道 FC さんでした。ありがとう。
生まれてきたんだよ、今伝えたいのよ、私はあなた。また消えちゃいないよ、ちっちゃな希望も、なんとか生きてほしい、裏切あ、この曲歌わないよ。さすがに歌いません。それでは皆さんさようなら。頑張る。じゃあねー。バイバイ。